おはようございます。グランビの榎本です。いいね、噛んだ。今日飛び島街道来てます。天気めっちゃいいんですけど、今なんか雨降ってきてます。今日は車で来ました。久々、久しぶりに、今日家族で来たんですけど、一人で走る時間があったんで、ちょっと飛び島街道一人でサイクリングしようと思います。イエーイ。動画の後半では僕が今日着てきた服とか自転車とか紹介しようと思うんで、興味ある人は最後まで見てください。ところどころおすすめのスポットとか紹介しようと思います。でここが秋灘大橋を越えて、最初の大きな駐車場なので、車で来る人はここに停めてください。今日はオールシュで来てます。フロントバック、これGoPro の機材入れなきゃいけないんで、 GoPro の機材入れたりとかで、これは、携帯工具とかいろいろ入ってます。輪行で来る人だったら、輪行袋とか、輪行中に例えば空港とか駅とかでサイクルジャージで行くと、なかなか恥ずかしいんで、そういう、T シャツとか短パンとか入れるのに、こういうフレームバックとかフロントバック便利です。で今日は短パン、車なんで短パン T シャツ着てます。今から着替えて走りに行こうと思います。よし、じゃあスタートしまーす。いやー、天気最高。サドルが熱っ。サドルが熱い。久々ですね、このアングル。昔はよくコーヒーライドとか、お客さんの空手モンキー乗ってウィリー失敗した動画とか、こういう感じで撮ってるんですけど、結構反響あったんで、また復活してもいいかなと思ってます。わ、天気めっちゃいいし。どうですかこれ、 GoPro ブルー。左側は海です。もういきなりこの辺が写真スポットです。めっちゃいいです、ここ。フロントバック閉めるの忘れた。涼しい。やっぱサイクルジャージですね。やっぱサイクルだ。そうそう、ここは景色がいいんですよ。ちょっとブログ用に写真撮ります。ここは写真スポットです。飛島街道は秋灘大橋から、往復すると多分70キロぐらい、80キロぐらいあるんですけど、しまなみ海道まで貫通してないっていうか、開通してないんで、岡村島で引き返さなきゃいけないです。タイヤ、通勤で使ってるシグのロードバイクは700の 38C なんですけど、今日はオンロードしか走らないんで、700の 30C、IRC のタイヤをつけてます。やっぱ 730C 最高。音が静か、しかも軽い。ところどころ石とか枝とか落ちてて路面悪いとこあるんですけど、そこっていうのは多分80キロ中1キロか2キロなんで、そのために 740C のタイヤつけるのももったいない気がするんで、ね、今日は 30C で走ります。豆腐屋さん。農道を走ると車と一緒のレーンになるんで、できればこの下、島の外周走った方が車少ないし平坦なんで結構楽しいです。
あんまりないんで、西風、多分風速2メートルぐらいだったんですけど、すごい楽しい。で、ところどころこういう石畳のところあります。これはもう734ぐらいで十分。28だと空気圧高めしなきゃいけないんで、ちょっときついかも。まあ、なかなかやっぱ外に出るづらい時期になってるんで、なんかこの動画見てリフレッシュもしてほしいし、気分転換に富島街道来てみてはどうでしょうか。海めっちゃ綺麗。北海道は散々言ってるんですけど、飛島街道の中の、大崎下島っていうところがあって、そこは僕 の、 両親の実家があるんで、もう飛島街道できる前からもう飽きるほど来てます。やっぱりいつ来てもいいですね。全然変わらない。で、今回の動画は全部撮ると多分3時間4時間になっちゃうんで、まあいいとこでカットして、いいとこで編集してやろうと思います。でまた後半自分の自転車紹介、ウェア紹介します。登り坂、やっぱ橋が多いから、その分、まあ、島田みたいに登り坂がある。最近分かったんですけど、フロントシングルよりもフロントダブルの方がギアいっぱい選べるんで楽です。ちなみにこれ今日乗ってるのはオールシティフロントダブルです。なんかさっき気が付いたけど、このローロのバックダンシングしたらここが膝に当たる。見えないか。さっき付け忘れたんですけど、最近車に引かれそうになることが多いんで、ライトつけるようにします。これデザインのライト、400が500ルーム、まあ、バンド式なんで、このドロップハンドのここなんか、まあ、めったに握らないんですけど、そういう人でもこうつけやすいです。フロントバック買ってもこうつける。だから真夏なんかはここで一回クールダウンして、で太陽の下出ると。今日使ってるサングラスが、オークリの超高レンズのフライトジャケットなんですけど、やっぱ突然トンネルの中入ると暗い。まあ、カンカン照りの時はプリズムロードレンズがいいんですけど、なんか曇りとかがあるとなんか超高の方がなんか目に優しい。暑い。今日気温31度。最近ノグのリアライト、なんていうかな、視認性が広いのつけてるんですけど、夜つけてるとなんか後ろからパトカー来たかなと思ったら、自分のライトぐらい、それぐらい照らす範囲です。でここの景色が僕すごい好きなところなんで、もし飛島街道を来たことない人はめちゃくちゃおすすめ。島の名前は、豊島。
豊島に行く手前の橋と豊島に上陸した時のその下り、もう目の前が海で、海に飛び込んでいくような感じで、すごいすごい、もうこの景色だけ見たらもう島の二階堂っぽいですけど、ここ飛び島タイプです。風がなくていい。あ、おすすめの時間帯来るのは、あの潮が満潮の時に来た方が、あの緑と青のコントラストが綺麗で、まあ、8月ぐらい来たら暑いですけど。時間ぐらいかかるんで、この下りが好きなところです。ちょっと車が多かったんで今この歩道の方に来てます。今から車道出ます。楽しい。言えないことをいっぱい喋って、やっぱりあの県はあの県だだと今度広島来たいって言ってましたね。来るかもしれない。いや海です。ここで釣りする人が多い。ここはちょうど潮の流れが速いとこになるんで、ただなんか釣れるんですよ。やっぱこういうとこ来るんだったら STB よりも SL がいいですね。当然だけど。あ、コーラみたい。全然走ってないけど、あ、500があるし、コール飲むぜ。やばい、財布がない。財布が車あります。チーン。大崎下島に上陸してます。なんかできてます。ここ
ンプ場かな、なんかペンションみたいな、すごいっす。昔ここ中学校でした。うちの親父とおかんが通ってた中学校。でもう少し行くとみかんで有名な王朝に行きます。今日ちょっと天気悪いんだよ。岡村島こっちは行かないことにします。だから見たら行って歴史の三色岡公園登ってそれで帰ろうと思います。まあ、ここまで距離結構あるんですけどやっぱジャージが楽。距離20キロ以上走るんだったら当たり前だよ、ジャージがいい。汗かけば確保する、ここが王朝の農協です。ここに、みかんメッセージ館という、大崎下島の、みかんのなんか歴史を見る場所があるんで、もし興味あれば、エアコン効いてるんで面白いです。ここで、この王朝がみかんの缶詰を作った発祥の地だそうです。みかんをその収穫してうまく保管できるようにみかんの缶詰を、ここで生まれたそうです。最近この先のみかんジュースが飲めるお店はどうやら、去年ぐらいに閉店してます。みたらい入りました。すごいな、かっこいい船に泊まってます。シースペーシアン早そう。ここです。ここは、オランジーナコーナーです。オランジーナ先生が走る場所です。ここです。あ、すごい島の海が見える。週間前来ましたね、ここ。先生閉まってますね。で、今から歴史の三色岡公園登って、今日の自転車服をインプレしようと思います。めっちゃ登ってます。もう今インナーロー 34T の 34T、 やっぱ1対1必要ですね。かわいい柄のトール。フロントバックがあったら出し入れしやすいから、こういうのは。ちょっと雨雲がこっち来てるんで、早めにエンディング撮って早めに帰ろうと思います。ゴロゴロ言って、あー気持ちいい。いいですね、ここは今治ですね。もう相当汗かいたかな。10キロぐらいこれやってたんじゃないですか。もうちょっとです。リンディングでこの地面きつい。到着です。
歴史の見える丘公園。めっちゃ歴史感じるわ。あ、鳥の糞。いやー、じゃあ自転車紹介しましょうか。やっとですけど、オールシティのマッチョキングです。今日タイヤを700の、30C にしてます。IRC フォーミュラプロTLX ガード。まあ本当38C のあのテラベル来ようと思ったんですけど、もう 99% アスファルトだったんで、もう 30C にしようかなと思ってました。やっぱしまなみとかは、飛び島とかアスファルトが 90% 以上のとこはスリックがいいですね。でギアはフロントダブルの50-34で、後ろが11-34Tです。やっぱフロントダブルよりも、あ、フロントシングルよりもダブルの方がなんか軽い気がします。まあ、選べるギアが多いんで、なんかストレスがないような、まあ、実際ないんだと思います。でフレームバッグの中には、まあ、だいぶ前ブログとかで紹介しますけど、まあ、工具とか、まあ、鍵とかいろいろ入ってます。ポンプ。でフロントバッグは、まあ、この YouTube の機材入れるためにバッグを今回つけてます。まあ、もし YouTube 撮らないんだったらこれ外してきてました。でもこういうとこを輪行とかで来るんだったらやっぱりバッグあった方がいいと思うんで、まあ、輪行袋も入るし、まあ、着替えとか短パンとか T シャツとか、やっぱりサイクルジャージのまま、ね、駅構内とかカフェ入るとやっぱり自転車のジャージってピチピチで気持ち悪いんで、それなりの周りの配慮が必要だと思います。ヘルメットはもういつも通りですけど、ジロのシンセ。サングラスがオクリ。まあ、プリズムロードと調光と今日迷ったんですけど、今日曇りで日差しがあんまりなかったんで、あえて調光を選んできてます。シューズはミルク、見えない、クオック SPDSL とセブンメッシュの上下ジャージです。いやー、いいっすね。やっぱぜひ広島来たら、本当に1週間ぐらい広島来る時間があれば、しまなみ海道を来て、飛島海道を来て、ポップグランピー、グランピーの広島ツアーが最高だと思います。あとは気分転換に、やっぱりこの1年間なかなか動けなかった人もいると思うんで、エクササイズしましょう。そんなとこで、雨降りそうなんで、ガチで帰ります。コーラ飲みたい。もし広島来る人で時間がある人がいたら、一緒に飛島とかコーヒーライの聖地ぐらいは僕案内できると思うんで、そういう人は直接連絡お待ちしてます。じゃあ動画終わります。お疲れ様です。これめっちゃいいっすよ。ライト。これ500ルーメンか。いやー、いいとこ。